でもね俺はね、うん、分かった、これは怒られる、確かに、そう、なんでそれってなっちゃう、うん、だけども、うん、今永井ちゃんは成長してこれつけた途端強いんだから、うん、で俺があの横で言うからあの左手からまず外して、で右手が外しても言えるようになると思うのよ。なるほど、だからここに手があるっていうね、エアーでさ、そう、自転車のこの補助輪みたいなことで片方ずつ外していけばいいんだよ。で俺は言うからね、左手外してあの喋りながら、うん、今回出したはずの書類なんだけど、うん、もらってないって言って確かに出しました。これでいいか、はい、うんうん、で双眼鏡はつけていいから、はい、うんうん、徐々にやってみよう、徐々にやってみようよ。そうだな、よーい、うん、エーキション。おい永井、お前報告書、どうした報告書。おお、もう出てないぞ。いや出しました僕は。いや出したないんだから、お前報告書のこのラックに入ってないだろ。今日の午前中に絶対に出しました。午前中ってもうさっきじゃないかよ。春日さんにちゃんと手渡しで渡しました。左手だけ、もらってない、俺はずっとここにいたぞ。左手だけいけるか。俺はこうずっといたのに、それをお前いけるか。なあ、誰もお前が出してるのを見てないんだよ、周りの人間にも。二歩近づいてみよう、二歩近づいてみよう、いける、頑張れ頑張れ。え、言える言える言える、出してないんだろ本当は。言える言える、いや出しました出してない。じゃあお前のパソコン持ってきてデータ見してみろよ。頑張れ頑張れ、データを、データ送れ、じゃあデータを、一回戻そう、うん、データを、書類じゃなくていいよ。本当にいいんですか、データを渡しちゃったら完全に春日さんが間違ってるってことになります。強いな両方。それでもいいんですか。それないんだから、お前左手外そう、データで出せよ、データで。ちょっと時間もらってもいいですか。やってねえじゃねえかよ。戻せ、左手戻せ。やってねえだろお前。そう今すぐ出せ、今すぐ。やってねえんだ、本当にやってねえの、やってねえって言えよお前。じゃあ本当にやってたらどうしますか。強いな、いや両方強いな。本当にやってたらそれ悪かったって謝るよ。両方外しちゃおう、両方外しちゃおう。それはいける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 。ああ、それはこっちのな書類をもらってるのに、どっか俺が紛失したんだろ。言える言える、だからとりあえず出せ今すぐ。戻した出せよな。分かりました、出してくれよ。わかりました、僕もデータで渡します。ただその前に春日さんももう一度デスクを探してください。それであったら謝ってください。あ、それであったら謝るよ。両方外そう、両方外そう。じゃあ俺がこのスケール探してる間にもう送れよ、そしたらな。わかりました。お、言えた言えた。もしあったら言えたぞ、僕が春日さんの上司になります。お、言えた。お、いやそれはおかしいだろそれはおかしいだろ、お前5日前に入ってきてるから。覚醒すると思ったのよ。変なやつになっちゃった。変なやつになっちゃった。うん、まだつけてた方がいいかもな。つけてる時なんかまだまともなこと言ってたよ。外してた。僕が上司になります。まだこう体が慣れてないから。そうね。徐々にこれをやっていけば、なくてもいつか言える日が来るから。うん。